그 남자는 군대를 가야 된다고. 군대를 가야 남자가 되는 거야. 어? 可愛い顔は何可愛いの可愛いじゃない好きやな、この顔好き、大好きだけどやはさんイビョン、イロハンイビョンイビョンハンイビョンハン그냥막던지는구만こないだ、ロハンの日本と韓国のパスポートが出ましたはい、おめでとう、拍手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 やっちパスポートが出たの瞬間、まあみんながどうすんのどうすんさん。あ、どうすんさん。だから、この子をどうするか。おっぱいアプンドでやめてよ、ここで。どうするかは、今、ちょっと二人で話してみますだ話してみましょう話して見ましょう。じゃあまず20年韓国は20歳になったら軍隊行きます男は、うん、まず私が先に言ってもいいんですか、うん、はい。韓国の男はやっぱ軍隊行ったら全然違う男になってきますまず1個目体がめちゃくちゃやばいもう筋肉やばい2すごい精神的に大人くなってきてる3何でもできるもう何があっても何でもできるサバイバル精神そうそうサバイバルだしもう軍隊の中はもう堅実すぎて何でも頑張れ何でもできるもうこの3つだけでも全然もうコメントで軍隊行かないように日本の国籍を取った方がいいですよとかなんかそういうコメントが結構あったんですよ、はいはいはい、軍隊がまあどれだけしんどいかとかそうそうそう皆さんこう熱弁していただいたんですけど、はい、私的にはねまあお母さんだし、ロハンが危なかったりとか、怪我したりとか、例えば軍隊のさ、なんかその、孫弁人とかにいじめられたりとかしてさ、なんかね、変なことされたりとか、あ、ビンゴが言う、そういうのがちょっと心配で、ちょっとなんか言ってほしくないなみたいな気持ちが、大体私の中では 60%、70% ぐらいはあって、ロハンに고생を시키고싶지않은그런마음은있고、でも、その残りの 30%、40% は、軍隊行くのつらいんだよね。すんちゃんが言うには、やっぱそういうふうに大人になれるし、いい経験あ、ビノが여기、あの。っていう感じだって言うから。もし、ユカが私と付き合いました。まだ俺軍隊行かない状況で、私が軍隊やったら待ってません。待ってません。そうですね。待ってません。じゃあ、待つ何ヶ月待つの正直。はい、あ、はい、あ。はい、あ、はい、あ。待つと思う。というか、2回あるし、そのヒューがあるし、うんうん、なんか期間があれば私結構待ってるタイプ。だから、私がいても待ってるってこと？そうですね。まあ、待ってあげちゃおうって感じ。どういうこと？優しいね。そうそう、意外とね。怖い。なんで怖いの？旦那だよ。はいはい、じゃあ、まあそれはいいんだけど、私人生は軍隊行く前と後でガラッと変わりました。はい。軍隊行く前は本当にクズでした。クズだよ、うん、なんかクズだよ、うん、なんか生ゴミでした、うん、今はちょっと生活ゴミバンあ、ちょ大丈夫なんか肺から変な音したけど大丈夫だからそういう人間としてちょっとこう完成したって感じ、うん、だよね、うんうんうん、まあ20年後はもうこの子が判断しますよこの子が判断するけど、うん、でも私とユカがどうやってロハンに話するか、うん、ユカの気持ちも分かりますよもちろん私も行ったらなんか心配だし、うん、でも私は行った方がいいなってやっぱり言ってきたから、うん、男にしてすごいいい経験ですよ、うん、もう本当に成功の準備ができますだからあのできます一応伝えておくと20歳というかその決める年齢になった時にロハンがやっぱり自分で判断するっていう教育方法で私たちはやっていくと思いますそれはまあ第一はいすんちゃんはやっぱ言ってほしいし私はちょっと心配だしみたいなのはあるかな
でも、ゆかの気持ちも当たり前だよ。韓国人のお母さんたちなも、そうそうそう。あ、そうなんだ。うちのお母さんは反対だったけどね。もう行ってくださいとか、行ってくださいって言ったよ、もう。でもなんか一回泣いたって言ってたじゃん。そう、それが珍しい。めざ。めざ。あーね、そうだよね。まあ結果として、ゆかは行ってほしい、行かないでほしい。うん、70% ぐらい行ってほしくないかな。でもちょっとその 30% の中に1年何ヶ月いないんだったら、うんうん、ちょっと旅行っていうか、なんか留学みたいな、お前が留学しようかなみたいな。あーね、そうだよね。今はロアめっちゃ可愛いじゃん。20年後ニキビバー出してさ、お母ちゃんうわーうわーおっぱい好きとかさ、おっぱい好きって感じだったら気持ち悪いとかなるよ、こいつも絶対俺と似てるから。大丈夫、皮膚科に行きますから。違う違う、それが問題。そうやって来てやっぱ軍隊行ってほしいなと思う。もうしっかりして、うん、こらって感じでさ。あ、なるほどね。そう、甘ったれんなみたいな。そう、やっぱ軍隊は行く前はめっちゃくちゃ辛いけど、行ってきたらもう人生が見える。お母さんお父さんもすごい大事にできるし、うん、それいいよね。ロハンチャレンジ1秒イロハンチュンソンチュンソン。こちら日韓夫婦夫婦のまあ意見はこんな感じでした。あの、ロハンがまだ10ヶ月なので、あと20年後のことのですけど、ロハンが早く遊戯とかやってみてほしいね。遊戯はあ、うちらはこういう意見を持ってて、ちょっと意見がぶつかったりとかするんですけど、ね、まあこんな感じで考えてる日韓韓日夫婦でした。はーい。では、はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。インスタグラム、ツイッター、フォローとチャンネル登録もお願いします。お願いします。次の動画で会いましょう。はあ、バイバイ。